近大阪でもカレー屋さんが増えてきたなっていう感じがするんですけど、うん、美味しかったなっていうカレー屋さんってありますか？はい、カレーは結構なんかプライベートでも食べるんですけれども、まずね福島にあるモダンタイシエルさんっていうタイ料理のお店なんですけれども、店内もすごい綺麗な店内で、ちょっとアジアっていう感じでもなくって、でおすすめのねカレーはねグリーンカレー、私もういつもこれ絶対食べるんですけど、グリーンカレー結構辛いんですよ。辛いんですか？うんうん、で本場の本当タイ人のシェフが作ってるので、タイの本場の味が食べれる感じで、なんか本当お野菜がめちゃくちゃ美味しそう。そうなんです、野菜もすごいシャッキリしてて、しかもエビか、鶏肉か具材も選べたりして、その日の気分で結構いろいろ楽しめます。他にはありますか？ですね、スパイスカレーマルセってお店がありまして、古民家一軒家を可愛く改装して、逆におしゃれですよね。なんかそうなんですよ、女の子でも一人でフラッと入ってカレーが食べれるような感じです。これすごいフィーバーって全部乗せちゃった。こっちの黄色いなんかちょっとこれもカレーなんですか？これもカレーなんです。一応これ実はダルっていう名前のインド料理で、豆の出汁がものすごいしっかり効いた優しい感じのカレーです。これ真ん中は卵、結構揚げ焼きした感じの、外側がすごいパリッとしてて、カレーがめちゃめちゃ絡む感じで、インスタ映えしますね。本当ですね。他にはこちらはね、カレー屋さんではなくってタコリキさんっていうたこ焼き屋さんなんですけど、実は昼からたこ焼きとシャンパンが楽しめる。シャンパンと？そうです。なんかおしゃれですね。そうそう、レトルトカレーなんですけれども、たこりきのシェフさんが作るカレー本当に美味しくって、昆布土井さんって近くに昆布屋さんがあって、コラボして作られたカレーみたいなんですけれども、すごい出汁が効いてるカレーで、スパイスと出汁のバランスが本当によくって、なんかタコ歴のおじちゃんらしいカレーだなと思って本当こだわりのレトルトカレー。なんかカレーだけでもいろいろあるもんですね。ここはでも行った方がいいと思います行くべき行くべき。